標準的な大きさのクリスマスピラミッドクリスマスピラミッドはクリスマスのデコレーションの一種であるドイツのエルツ山地の民族と文化に根付いた存在であるクリスマスピラミッドは時代を下るにつれて世界中に普及したクリスマスピラミッドの外枠はその名の通りピラミッド状をしておりろうそく立てとしての役割を持つ中央にはメリーゴーランド状の部品がついており ロウソクに火が灯されると暖かい空気によってその部品の先端についた回転部が回る仕組みとなっている。メリーゴーランド上の部品は交端場面を模したものや天使や賢者といったキリスト教に関連するものや森など様々なデザインをしている。クリスマスピラミッドはクリスマスツリーの祖先とされている。このピラミッドはクリスマスに限った存在ではなく、かつてエルツ山地には ゲシに花などで飾られたピラミッドやストリート、ジョンズツリーの周りで踊るという風習が存在した。形もピラミッドそのものを模したというわけでもなく、スーダン重ねのメリーゴーランドや、天使や皇丹場面といったキリスト教に関連する小物が付けられたり、山人や森林といったエリツ山地の日常を模した小物が取り付けられた。ろうそくの熱が上に行くことにより、 クリスマスピラミッドのプロペラが回転する仕組みとなっている。ドイツのクリスマスピラミッドは長い棒に4から8段の層が重なる仕組みとなっており、ろうそくの乗った層の中央には中央の長いポールが軸として貫通している。ドライブシャフトはガラスや陶器のサポート部の中にあり、最低一つ以上の階層に取り付けられており、各階層には木製の人形が取り付けられている。 クリスマスピラミッドには様々なデザインがあり、勾配屋根のついたミニチュアの家を模したものから人形を乗せるための層がたくさんある大型のものまである。エルツ山地周辺にある多くの町ではクリスマスマーケットの際に大型のクリスマスピラミッドが用意されているほか、それ以外の場所でもクリスマスの人混みと結びつけられることが多い。多くのクリスマスピラミッドは キリストの生誕を表している。この様子を表す人形類は一番長い台を持つピラミッドの底部につけられ、頂上には松傘や星が飾られる。デュッセルドルフのクリスマスマーケットにおける巨大クリスマスピラミッドもともとドイツにおいてクリスマスピラミッドは家の天井から吊り下げる形で使用されていた。年代にドイツからアメリカへ渡った移民たちにより、 この風習はヨーロッパの他の国へと広がり、特にイタリアとイングランドで普及した。中世のヨーロッパの南西部では、暗く寒い冬でも明るく過ごせるよう、告げをはじめとする常緑樹の枝を家の中に飾る風習があった一方、ヨーロッパの北東部では同じ目的でろうそくが飾られていた。これら二つの風習が合わさり、クリスマスピラミッドの原型となるものが誕生した。 18世紀、クリスマスピラミッドの祖先にあたるライタージェステルが流行した。このライタージェステルは、4つのポールに常緑樹の枝を取り付けたものであり、上部にろうそくを置いて光らせる構造となっている。大都市では、クリスマスツリーがライタージェステルにとって変わった。一方、山間部で脇に光り物をつけて飾るという習慣は、一般的ではなく、 エルツ産地でよく見られた絞り板を使ったものが用いられた。その結果、現代のクリスマスピラミッドに似た回転式のピラミッド型の装置が出来上がった。クリスマスピラミッドという故障は18世紀末のエジプトシリア戦役により、ピラミッドのイメージがヨーロッパ、ひいてはエルツ産地にもたらされ、彼らがクリスマスに飾っていたものがピラミッドに似ていたことに由来する。 マインツのクリスマスマーケットで展示されているクリスマスピラミッド最初はろうそくやナタネ油が使用されていたが1830年代にこれらの燃料より安価な灯油の普及によりより安価なクリスマスピラミッドの製造が可能となったその結果クリスマスピラミッドがドイツの他の地域やアメリカの多くの地域にも広まり 様々な大きさやデザインのクリスマスピラミッドが作られるようになった。日本では2015年に日比谷公園で開かれた東京クリスマスマーケット2015にて初めて大型のクリスマスピラミッドが公開された。ウィキメディアコモンズにはクリスマスピラミッドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。